スクリーモン自動車用品の久世です。いつもご視聴ありがとうございます。今日はですね、劣化した純正アルミホイルをアルミホイルとクレンザーで磨いてみたいと思います。18年前のトヨタイプサムです。純正アルミホイルの表面のクリア塗装が劣化して変色しています。アルミホイルとクレンザーで車のアルミホイルを掃除します。アルミホイルとクレンザーはキッチン周りの頑固な汚れを落とすことができます。IH クッキングヒーターの焦げ付き掃除にも使われています。40センチほど引き出して切り取ります。アルミホイルの裏表はどちらでも構いません。クッション性を良くして曲面に馴染みやすくするため、クロスなどを包みます。表面のクリア塗装はほとんど剥がすことができましたが、傷やムラが目立ちます。次は320番中目のスコッチブライト7447でムラが消えるのか試してみます。きれいになりますが、ムラは取れていません。もう少し粗めの240番で磨きます。まだムラは残っていますが、表面が滑らかになりました。はい、最後にですね、800番細めのスコッチブライト7448で磨きます。
少しツヤが出ましたが未完成の状態です。はい、次回はですね、この未完成ホイール1本と、まだ何もしていない3本のホイールを、ディスクグラインダーで鏡面仕上げできるのか試してみます。ご視聴ありがとうございました。今後ともよろしくお願いいたします。